見に来てくれてありがとう。歯科技講師のタカポンです。今日は殺菌消毒、まあそんな話だ。技師やってっとな、歯科医院からな、入れ歯とかな、模型とかいっぱい届くべ。中には肝炎のウイルスの人のな修理とかもたまに来っから、消毒しねえとダメなんだけど、消毒でな、まあアルコール消毒とか次亜塩素酸水化、とかぶっかけんだけど、前の会社はオゾン水を使ってた。オゾン水で洗ったりな、洗浄液として使ったりな、あとはなんだ、スプレーに入れてシュッシュッシュッとかでやったりな、いろいろやってたんだ、オゾン水でな。まあ高えんだろうなとか思ってたんだよな。でも最近このコロナとかウイルスアッペ、それでな、オゾン発生器がすっげえ安くなってきたの。5000円ぐらいで買えんだよ。これもうだから前の会社はすげえ数十万したやつだぞ。それが5000円で買えんだな。まあオゾン水が出るわけじゃねえんだ。オゾンの空気が出る機械。で、そのオゾン水の出るやつと同じ匂いがする。だから、あ、オゾンなんだなっていうのは分かった、すぐに。で、だからといってな、消臭とかな、どのくらい消臭してんだか分かんなかんべ、正直。殺菌もな、よくと分かんないべ。でも俺こないだリン酸塩系のファーネス、な、あれつけた時に試しにオゾンの発生器を横に置いたの。匂いなくなったらいいなぐらいな。そうしたらすげえの、完全に消えたかんな。リン酸塩系のなんかわかんねえ匂いやっぺ、あれオゾン発生器でなくなったの。これびっくりだな。実際にな、ここまで効くんだっていうのが、分かった。それだけでもすげえと思った。でこれオゾン水作るのが横にこういうエアーブクブクアッペ、水槽のな、あれがこれくっついてんだよ。これを水の中にぼっちゃんって入れてな、ブクブクしてっとオゾン水ができる。だからあれやった、ラボの洗濯機水汲んでこれ入れてオゾン水にして、それで洗濯したんだな。ほらもう結構な、俺だっておっさんだろ、おっさん臭が多分この辺してるはずなんだよな。そういうのもなくなればいいなと思ってな。だからオゾン水で洗濯ができるっていうのはこれはいいぞ、すげえいいと思う。すげえいいと思うよ。で5000円ぐらいで売ってっから買った方がいい。これはな、絶対買った方がいい。そうだな。おすすめ。買って損はないもんだ。損あったのはな、この間な、ナビ、アンドロイドのナビ買ったんだ。あれ失敗した。2万7000円してな。あれはな、ゴミだったな。
まあそういうのもあっけど、うん、これあの安くていいからな、オゾン発生機な、これはいいよ、本当にいいよ、びっくりするぐらいいいよ、うん、そういうことだ、うん、まあ何かあったら買ってみ、ほじゃな。